は2025メートル、日本で一番長いケーブルカーでございます。また、坂本駅から連絡駅までの高低差は484メートルございます。まもなくいたしますと、車内にて案内放送を行いますが、その際の前後左右の向きにつきましては、お客様がお座りになっている状態でのご案内となります。車両の進行方向ではございませんので、あらかじめご承知おきください。連絡駅までの途中駅、金井岡駅、松山駅につきましては、お客様からの申し出がございませんでしたので、通過をいたします。まもなく、高齢の会議、高齢の会議を通過いたします。溝付きの車輪がつながっている外側のレールに沿って転がり、
戦闘場の車輪が内側のレール上を転がしているというわけです。本日のご乗車、誠に
ありがとうございました。うわ、綺麗。ご乗車ありがとうございます。まず連着駅に到着です。先ほど到着時少し揺れますのでご注意ください。この駅は進行方向に向かって右側の扉が内側に自動で開きます。お忘れ物のないお手回り品を確かめの上、またホームの階段になっておりますので足元にお気をつけておきください。今から写真撮ります。ありがとうございました。お気をつけてお待ちください。Thank you.